INFJ の、はい、ちなみにこの INFJ というのは理想家とありますね、はい、誠実で協調する人、縁の下の力持ちですと。アイデアやひらめくを重視する、独立心が強く感受性が豊か、確固とした理念を持つ、高潔で誠実、責任感が強い、思いやりがある、周囲と調和し合意を尊重したい、連帯感を強めようとする、信念を負けたくない、決断力がある、組織をまとめられる、なるほど、という理想家なんですよ、うん、理想家なんだけど縁の下の力持ちなんですね。なんだけどって別にだって理想があるわけですよ、はい、でも縁の下に行っちゃったら私の理想じゃないじゃないですか。私の理想とは言ってないですよ。だからね、僕はね、多分僕のことばっか考えてますね、はい、じゃあそんな、はい、INFJ、はい、まあ、INFJ さんはアイディアやひらめきの世界に生きていて、独立心が強く感受性が豊かで確固とした理念を持ち、高潔でまた自分の考え方や決断に自信があるっていう方なんですけど、そんな人の、仕事上での長所と短所、まず長所から、はい、誠実で率直、自分のアイディアには価値があると他の人を納得させることができると。なるほど。自分にとって重要なプロジェクトには一心不乱に取り組む、決断力がある、そして組織をまとめ上げる能力がある、想像力があり独自の解決策を考えつく、思いやりがあり人の欲求を察することができる、物事の全体像を見る力がある、将来を見通す力もある。褒めしか言ってないですね。複雑な考え方や概念を理解する力がある、心から人のことを思いやり相手が成長し前進できるよう手助けする才能がある、自立し一人で働くことができる、強い信念を持っている、成果を上げ目標を達成したいという意欲がある。なんかね、はい、パーフェクトなんですよ、うん、パーフェクトではないですよ。何の短所があるんだろうと思って、はい、まだ今長所言った話した時ですよね。短所、はい、ちょっとつ盲信になりがち、うん、柔軟性に欠ける、うん、まあ、この柔軟性っていうのはおそらく、うん、理想を曲げたくないんでしょうね、うん、融通が効かないみたいな話じゃないですかっていうことなんでしょうね、うん、仕事にかかる時間を推測する際に現実的な感覚が乏しい、うん、自分の価値観にそぐわない仕事には抵抗を覚える、物事が実行可能かどうかを判断する際現実的な判断が下せない、出世競争をしたり対立する人間関係の中で仕事をしたりするのを嫌がる、一旦決断を下すとそれについて考えたり修正を加えたりするのが苦手。これなんか僕と一緒ですね、うん、FJ だからか。不快なことを無視したがる、争いがあってもそれに対処するのではなく見て見ぬふりをしようとする、命令を下したり部下を注意したりするのが増えて、途中で計画を変更したり方向転換したりするのが苦手、複雑な考え方を簡潔に分かりやすく伝えるのが苦手、物事を勝手に判断したり勝手に決めつけたりしがち。なるほど。ちなみにこんな、INFJ さん、エニアグラムで言うと男性で言うと、うん、1、4、うん、6、7、うん、ですね、うん、で女性で言うと1、4、5、うん、が INFJ さん多いようです、うん、まあ、やっぱりこの理想とかっていうのが来るとやっぱり1、4、うん、っていうのは来ますね、うん、はい、なるほど、そういうことか、はい、どういうこと、まあ、世の中は、はい、綺麗事ばっかじゃないですからね。というと何の話ですか。要は正しさだけで、はい、うん、物事は解決するわけではない。あ、まあ、この人たちに言いたい話そうですね、はいはいはい、そうですよ、あの、うん、正しいと思っても、うん、
負けたくないっていうだけで、うん、それを押しのける人もいますし、うん、まあ、正しいというかこの人たち理想ですよね、はい、でその理想はまあ自分の中にある理想なので、はい、他の人にとっては理想じゃない可能性はある、はい、要は勝ち負けにこだわる人もいれば、はい、仲がいいのが一番だよねっていう人もいれば、うんうん、仕事は効率でしょうっていう人もいれば、うん、いろんな人がいるのが社会ですと、うんうん、本当そうですよね、うん、でそんな INFJ さんに向いている仕事で一番初めに来るのがカウンセリング、うん、教育っていうのが来るんですけど、はい、うん、この分野の仕事に就けば INFJ は自分のアイデアと知識を活用し人の力になることができると、うん、カウンセリングや教育には親密な人間関係が欲求されることが多く、時には1対1の人間関係が必要となることもあると、うん、INFJ 型は人と狭く濃密な交流を深めたいので、こうした人間関係を基本とした仕事が向いていると。また相手が人間的に成長し学んでいくことに大きな喜びを覚えるため、うん、教育の仕事も向いているというところで、例えばキャリアカウンセラーとか、うん、臨床心理学者、教師、教育コンサルタントとか、まあ、あとはその、うん、まあ、薬物とかアルコールとかの、まあ、カウンセラー的なものとか、うん、介護福祉士、ホームヘルパー、作業療法士みたいなのが出てきます、うん、で次に出てくるのが宗教ですね。宗教関係の仕事では相手と深く関わり信頼関係を築く過程が欠かせないので、宗教団体の職員とかっていうのが出てきます。まあ、これがあのアメリカの本なので、はい、そういうのがまあ出てくるのかなと思います。で次に出てくるのがクリエイティブ、はい、独自の作品を作りたい、自分のアイデアや洞察力を表現したいという思いが強いため、INFJ 型はアートの分野で力を発揮すると、うん、自分なりの表現で作品を創作し人に良い影響を与えたり感動を与えたりすることができると思うとやりがいを感じる、うん、というところで画家ですとか、はい、脚本家、小説家、うん、詩人とか、あとはまあインテリアデザイナーとかグラフィックデザイナーとか、うん、あとはその、編集者、アートディレクターとか、うん、そういうクリエイティブ系ですね、はい、みたいなのが出てきます、うん、で次に出てくるのが健康医療社会福祉、社会福祉の分野ではしっかりとした組織の中で人の力になろうと責任を持って活動する仕事が多いと、うん、INFJ 型は、うん、規模の小さい組織の信頼関係の出来上がった人間関係の中で働くのを好む、うん、とあって、うん、健康管理の責任者とか、うん、社会福祉事業の責任者とか、うん、社会学者、医療ソーシャルワーカー、うん、栄養士、うん、カイロプラクティック施術者とか、うん、作業療法士とか、うん、ケアマネージャー、整体師みたいなところが出てきます、うん、あとビジネスっていうのが出てくるんですけど、はい、INFJ 型はビジネスに強烈に惹かれるタイプではないが、うん、やりがいを持って働ける分野もいくつかあると、うん、例えば人事部では社員の相談に応じる業務はビジネスで人と関わる部分を担えるためやりがいを感じる、さまざまなタイプの人たちに関心を持っているのですんなりと相手の胸襟を開くこともできると、うん、そして再就職の支援をしたり効率よく働ける職場環境を工夫したりして人の力になれる、うん、とあって、そういうビジネスの分野でも人事部門、うん、マーケティング部門、うん、とか、コンサルタント、うん、とか、あとは産業カウンセラーですね、うん、あとは、就職のアドバイザーとか、うん、商品の営業ではなくプランナーですね、うん、あとは翻訳者とか再就職支援のコンサルタントというのが出てきます、うん、なるほど、トユさんはまさに今カウンセリングや人事系のお仕事を探しています、うん、転職、はい、おめでとう。であと出てくるのがテクノロジーとあるんですけど、テクノロジーの発展により技術を理解しなおコミュニケーション能力が高い人材が求められるので、
この役割は INFJ にうってつけだ、うん、テクノロジー側の人間とユーザーの間に立って橋渡し役になると、うん、というところでこのテクノロジー分野の顧客対応とかテクノロジーコンサルタント、うん、みたいなのが出てきますね。という INFJ、はい、とかく社会って、うん、本当にいろんな人がいますから、はい、こういう人もいれば、うん、こういう直上型の人間もいて、はい、またこういう人間が、うん、力を持てたりすると、うん、なんかくしゃって、うん、いい意見でもやだねで潰しちゃう人がいるところもありますがね、うんうん、でもまあそういう間に入るのが得意って話ですよね、この人たち。転がしうまく転がしてください、うん、こういう人も、うまく転がると思います、はい、やり方次第で、うん、というさんは平和という理想があると、うん、根回しで理想を現実する方向もありますと。そうですね、うん、理想の世界を叶えるために人の心をつかむ感じだと思いますと。私の理想、縁の下の力持ち、役割を果たすことと個人が理想を持つことを同じタイミングで行うことは何もおかしくないと思います。私がなんか一致しなかったのが、要は縁の下の力持ちっていうことは、はい、組織の中にいるじゃないですか、うんうん、僕のニーズは僕のニーズなんですよ、うん、僕の理想は僕の理想なんですよ、はい、タイプ1の理想はもう社会全体の理想ですもんね。いや、俺の正義が社会の正義のためにこうするべきですよね、タイプ1って、うん、社会の正義っていうか自分の理想もあるし社会の理想もある、全部ですよ、神羅万象全ての理想がある、うん、みたいなところですよね。だから別にそれこそが自分の理想あ、全ての調和みたいな究極は、うん、わかるんですけど、はいはい、それとね、縁の下の力持ちが若干で、それにはまあ縁の下の力持ちも必要なわけじゃないですか。縁の下の彼が縁の下の力持ちだって言うんですよ。彼が理想家でありながら、はい、縁の下の力持ちなんですよ、はい、縁の下の力持ちが必要なのはわかりますよ、はいはいはい、理想家でありながら、うん、縁の下の力持ちですって言うんですよ。なんか不都合あります？理想ですって、理想です。理想掲げますよね。理想掲げます。あ、でみんなのために働くんですか。理想を掲げる、あ、そうですよ、みんなが素晴らしくなることが理想ですもんね。だからあなたこうした方が、あなたこうした方が、あなたこうした方が、あ、もういい、うっとうしい、うっとうしいっていう話ですじゃないですか。あ、ってなるよって話ですよね。っていう理想ですよね。あなたはここダメだからこうした方がいいよ。あ、もうやめて、イラッとした今みたいな感じじゃないですか。っていう戦いが待ってますよ。まあそれをうまくやるのかもしれないですよね。うまく転がしてくれれば OK です、はいはい、うん、あ、もこちゃんはそうですねと、うん、純粋すぎるのがゆえの弊害、決めつけはしがち、まあ、でしょうね。この君が掲げる理想が本当の理想だと思うなよ、うん、で、僕は多分逆張りしたくなるんですよ、うん、っていう人もいますよね。まあ僕もですよね。ですよね。はい、はい、そうなんですよ。逆張りの逆張りとかもしたくなりますからね。そうなんですよ。どっちなんだいですよ。はい、はい、理想の生き方をしたいと理想の世界に作り変えたいの違いって感じではないです。理想の生き方をしたい、理想兵の理想っていうと、はい、もうあくまでも自分の理想でしかない、うん、この人たちは、うん、自分の理想とかじゃなくて世の中の理想みたいな、世界の理想、あ、なるほどね、そっちに向かいたいみたいな。なるほどね、うん、縁の下の力持ちイコールボトムアップ型のリーダーって感じじゃないですかね。うん、これはそういうことなんだろうなと思ってます、うん、はい、宮沢賢治的な理想者ですか。ああ、わからない、わからない。雨にも負けずって世界、ああ、デクノボーに私はなりたいですか、はい、って別にこうでも彼は社会変えようとしてないですよね。それが理想なんですもん。でもこの、うん、ああ、そっか、そういう理想もあるって話か。そういう理想も一応想像すると全部変えようとし、改革しようとするけど、ね、理想って言われるとなんかその、うん、真ん中のね、うん、その三角の
上をイメージしちゃうんです、うんうん、だと上だろって思うんですね、うんうん、でその上の人が引っ張っていくようなら分かるんですけど、うんうん、それで円の下の力持ちって何ってなるんですよ、でまあ確かにこのボトムアップ型のリーダーっていうのはまあ、うんうん、でしょうねとは思うんですけど、うんうん、でも結局なんて言うんだろう、うん、それってはい、うん、はい